ちら先付けでございます。はい。こちら先付けあん肝のうま煮でございます。あん肝の。はい、うま煮ですね。うま煮。はい。でこっちは。はい。でこちらがですね、本日料理長からでございまして、里芋地鶏のですね炊き合わせでございます。はい、ありがとう。はい。通常のこちらですね、和牛のしぐれ煮でございます。しぐれ煮、はい、でこちらの方は高野豆腐とたたきごぼうをご用意しております。高野豆腐とたたきごぼう、はい、かわいいね。ちょっと ドライフリーズドライの豆腐、ね、フリーズドライ、はい、高野豆腐、はい、わかります、はい、ありがとう。前菜でございます。前菜、はい、前菜でございますが、まず左上カクテルグラスに入っておりますのが、実は南京豆腐と申しまして、かぼちゃのお豆腐でございます、はい、その手前葉っぱの器に入っておりますのが海のかすみ蒸しでございます。卵白と海を固めてございます。はい、はい、そのお隣にございますのが車エビの塩茹でてキャビアを上に乗せてございます、うん、でそのお隣、丸い器に入っておりますのが、アナゴのこちら、キヌタ巻きと申しまして、かんぴょうでございます、はい、でその手前にございますのが、姫大根のもろみそ添えでございます、はい、その手前にございますのが、ミーマイ、スジアラのこちら、流皮巻きと申しまして、流皮昆布で巻いてございます。何の魚なんですか？ミーバイですね。スジアラ。ミーバイ。あ、はいはいはい、ミーバイって何ですか？スジアラでございます。スジアラ、はい、でその右上にございますのがサーモンの押し寿司でございます。はい、お待たせしております。ありがとう。はい、お召し上がりください。どうも。お待たせいたしました。本日は左側からイラブチャーといってブダイをご用意しております。ブダイ、はい、ブダイでございます。はい、続いて2番目がサザエ、はい、3番目がマダイご用意しています。4番目の方がセイカ、イカでございます。セイカ、ありがとう。わさびやこちら側に添えておりますので、どうぞご利用ください。今ブダイは沖縄語でなんて言うんですか？イラブチャー。前はなんかすごい意外と遅い時間に入ってた。チャーブチャー。はい、そうです。失礼いたします。はい、どうぞ。ブリ大根でございます。ブリ大根。はい。ゴーヤーチャンプルーでございます。チャンプルーというのが方言でいろいろ混ぜる、はい、でチャンプルーで配合します。なるほど、はい、豚肉とゴーヤー、下に島豆腐を敷いてございます。はい、はい、お待たせしました。ありがとう。はい、はい、どうぞ。何ですか？こちら鮮魚のマウスにですね、本日は赤町です。赤町ですね。赤町、はい、沖縄では高級三大魚の一つになっております。赤町、赤町です。白身で非常にこのお塩と相性が良くて、マンスリーでは適したお魚になっております。ありがとう。タジン鍋。何鍋？タジン鍋。この形がタジン鍋です。はい、ありがとうございます。お待たせしました。こちらは県産和牛のタジン鍋焼きですね。ちょっとだけなんかこういった感じになっております。県産和牛、はい、県産和牛のタジン 鍋、はい、でこれこの器の中は何ですか？こちらはですね、アサリの赤だし、アサリの赤だし、はい、OK、 酢の物がヘチマとクラゲの土佐酢がけでございます。土佐酢がけ、はい、
ヘチマですか。ヘチマ。ヘチマ。はい、あ、ヘチマ、はい。で、赤米とぬか漬け3種類ご用意しております。ありがとう。こちらはあのお肉の代わりに銀鮭の金山寺味噌焼きご用意しています。もう少し火入れにお時間いただきます。スタッフがお取りしますので、そのままでお待ちください。ありがとう。失礼いたします。はい、どうぞ。デザートでございます。手前のケーキですね。はい、はい、こちらがですね、左側が抹茶のケーキで、右側がミルクレープでございます。はい。こちら、はい、ありがとうございます。アイスクリームは紅芋のアイスクリームでございます。紅芋、はい。よくが、こちらは沖縄風のぜんざいでございます。はい。はい、続きましてフルーツですね。ドラゴンフルーツ、メロンにグレープフルーツ、オレンジでございます。真ん中がですね、みかんの水羊羹でございます。みかんの水羊羹、はい、はい、ありがとう。昨日のデザートも良かったけど、今日もいいかもね。いただきます。